どうも、こやっきーです。悪魔、天使、どうも、トエです。何それ、新しい挨拶。はい、やり直さないと大丈夫ですか。大丈夫です。トエくん、好きな果実って言ったら何すか。リンゴ。おお、なんで。禁断の果実の実やから。え、なんかしゃれたこと言ってるけど、なんかしたん。はい、いや、何もしてないです。え、なんか追い出されたの。追い出されてないです、エデンを。それで大阪の街を追い出されたわけじゃないですか。じゃないです。なるほど、なるほど、はい。大して膨らめないことを言ってきちゃって申し訳ございませんでした。はい、まあ僕たち果実って言ったら悪魔の実じゃないですか。ですね、デビルフルーツ。そう、悪魔の実って言ったらやっぱり能力者をね、はい、この修行とかで強くさせるんじゃなくて、食べたら誰でも能力者になれるってところが僕はいいなと思ったんですよ。ずるいですよね。まあずるいんですけど、うん、そういう風に悪魔の実っていうのは、はい、使う人とその能力の掛け算によって、うん、どんな可能性にもなるんですよ。いや、その無限大の可能性があると。じゃあね、物語も100巻超えまして、いよいよ終盤に向かっていくんだったら、はい、当然敵も強くなる。そりゃそうよ。味方も強くなきゃいけないんだったら、誰かしらは何かの実を食うんじゃねえか。ここでモデルバイソンとか出てきたらびっくりするからな。そうなんよね。別にドルトンさんが悪いわけじゃないんだけど ね、 そうね、今更ちょっとね、ちょっとバイソン出てきてもちょっと弱いかなって思っちゃうじゃん。さすがにね。そう、じゃあ後半ね、新世界の海行ってから、はい、幻獣士とかさ、結構チート級の能力多いと思う。いや、だってね、もうマルコの話になりますけど、うん、もうマルコ、ヤマト、カイドウ全部幻獣士みたいな。そうそう、なんやこれみたいな。オロチもオロシみたいな。そう、しかもね、それ合わせて古代種というものも出てきてるから。いや、ほんまやで。普通の悪魔の目とはちょっと太刀打ちできへんよ。そりゃそうよ。よっぽど特殊なパラミシアとかだったらいいんやけどね、うん、っていうように今後まだまだ幻獣種で出てくる思うよ。確かに。そう、大口の真神っていう神様まで出てきちゃってるから。はいはい、ということで今回は今後登場しそうな悪魔の実幻獣種編。ゴヤちゃんはですね、はい、今後こういう悪魔の実が登場するんじゃないかって悪魔の実の考察からランキング形式で、まあ、過去に何回かお届けしてるんですけど、はい、一番再生されたのはですね、今年の2月の14日に配信したんですけども、うん、これなんと44万回。ありがとうございます。44万回だよ。すごいですね。ね、何十万人の人がめっちゃ見てくれたんっていうぐらい。44万人の人が見てくれたんですよ。そんな一人一回しか見られんの、うん、あ、そんな、そんな俺ら一回しか見られへんほど面白くないやん。まあそれが好評でですね、はい、なんとその翌月の3月にはですね、ワンピース系の YouTuber と言われる人たち、まあ、そうですね、何十組かいるじゃないですか。その人たちにお声掛けしまして、みんなで一斉にこんな悪魔の実が登場するんじゃないかってことを予想をね、出し合ったんですよ、はい、同時刻にね、はいはいはい、そしたらもう僕たちが予想しないような実とかも出てきたんで、そういやマジですごいし、小田先生はこの想像の上を行くんで、マジで今後のワンピース自体も楽しみなんですが、悪魔の実の能力がどんなやつが出てくるかも楽しみなんですよ。いや、ほんまやで、カイドウがウォーウォーなんて思わんかったからね。思わんかったからな。ということで今回はですね、新たに幻獣種という縛りでお互いベスト3考えてきたんですよね。決めてきました。何ですかこれは。決めてきた。ためを。ためためためですか。ためです。じゃあそのための3位から発表していきたいんですけど、はい、ちょっとどっちからいきますか。どっちでもいいですよ。もうそう、自信あるん。ええ、じゃあ僕からいきます。わかりました。はい、僕が考えていた今後登場しそうな悪魔の実幻獣種編第3位は、人の実幻獣種モデルスサノオです。スサノオ、はい、ナルトですか。そうなんです、はい、まさにね。なんで、まあ、それもいいところをついてくれてるんだけど、うんうん、まあ、ナルトで言ったらキュービのナルト、まあ、キツネいるじゃないですか、はい、キュービのキツネ出てきてるんですよね。いや、そう、確かに。誰ですかの、カタリーナ・デボンね。そう、黒ひげ海賊団のカタリーナ・デボンさんは、うん、キュービのキツネという幻獣種の能力を宿しているんです。はいはい、はい、まあ、だから、はい、あ、ナルトだなと思ってた当時から。いや、そうですね。そう思ったらスサノオ出てきたら面白いなって個人的に思ってたんですよ。確かに。でね、この前ダイヤモンド社から、はい、なんか本を送ってきてくれたんですよ。意味深に。そう、最強の神様100っていうね。はい、一見なんか僕らのチャンネルと関係なさそうなんだけど、うん、大口の真神ってこんな神様なんだよっていうことが詳しく書かれていて、うん、ぜひ考察の参考にしてくださいってことをいただいたんですよ。確かに。で、面白くて、あれからこれ結構読んだんですよ。熟読したんだよ。そしたら世の中いろんな神様おるなと思って、うん、そう、しかもね、日本の神様がこう中心に書かれてるんだけど、その中でね、スサノオっていうのを発見したんですよ。はい、サスケで知ったんやけど、うん、神様なんだと思って、はい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 、でよくよく読んだら、どんな神様かっていうと、心身の成長、成熟を促す、ここ一番の決意を後押しするっていうことなんですよね。なんか今の和の国の状況とか今後の戦いに必要な感じしませんか。確かにそうですね。そうなんですよ。しかもイザナミとかイザナギっていう技も出てきたでしょ、なんかね。おー、それってお父さんお母さんなんですね。そうですね。姉アマテラスがいたりとか、はいはいはい、すごい家系なんですよ、はい、確かに確かに。じゃあ今後スサノオっていう能力者が来たら、はい、イザナミみたいな技も使いそうだなと思って。おー、強そう。神様っていうのが大口の真
神だけじゃないんだろうなと思ったんですよ。まあ、そりゃそうよね。そう、一応その戦国は大仏なんだけども、うん、大仏って神様がつその形になったものっていう感じじゃないですか。まあ確かに確かに、1体見つけたら30体おると思いって言うしな。なんその理論ゴキブリ、え、いやほんまにね、大仏ゴキブリとか言ったらほんまに、いやほんまにやばいで。いやごめんなさい、今回ちゃんと謝る、はい、というようにですね、神様もたくさんこうやっているんで、こんなの100って書いてあるから、おまあ100体は出ないとしてもスサノオとか出たら面白いなってちょっと思ったんですよ。もしかしたら神様ラッシュ来るかもしれんけどな。そう、神と神のバトルになるかもしれない。そうっていうことで、僕の第3位はスサノオでした。おー、はい、面白い、ありがとうございます。来た、何の実でした、はい、今人の実。おお、じゃあ僕もですね、ワンピースに出てくると思う悪魔の実ランキング第3位は人の実、幻獣種モデル狼男。人の実かぶりということで。ああ、それは人の実なんだ、あくまでも犬犬の実じゃないんだ、うん、いや違うんすよ、はい、やっぱり狼男っていうのはどっちに起源があるかって言ったらやっぱ人やと思うんですよね。狼男って、まあ、結構いろんな物語にも出てくるわけじゃないですか、はい、例えば、ドラゴンボール。あ、そう、ドラゴンボールにもそれこそね、月を見て変化するみたいなのも出てきましたし、まあ、ドラゴンボールは男狼やったけどな。まあ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 ね、うん、で、あとはもうハリーポッターのルーピン先生とかもできたりとか、そのいろんな有名な作品にはやっぱり狼男っていうのが出てくるわけなんですけど、うん、もうこのワンピースの世界っていうのはもうすでに月で変化する、まあ、種族っていうのが出てきてるんですよね。スーロンね。そう、スーロンか、うん、じゃあミンク族っていうことが言うっていうことは、もうこういう幻獣種みたいな存在としてやっぱり狼男みたいな存在がおってもいいんじゃないのかっていうことを思うんですよ。あー、なるほど。そう、うん、で、そうなった時にこのスーロン化がもうこれめちゃくちゃキーワードになってくると思ってて、うん、じゃあこの先ワンピースの世界でも、まあ、ゾーン系としてね、まあ、戦ってくる能力者も出てくると思うんですよ。はいはいはい。まあ、でも、まあ、僕たちこの百獣海賊団戦で飛沫の風とか、あの最強ウルティちゃんとか青龍カイドウさんとか、まあ、見てるわけなんですけども、うん、まあ、大体強いゾーン系も見飽きたやん。飽きてはないねんけど。ああそう、まあまあ、たくさんいらっしゃったからね。うんうんうん、ヘリケラトプスとかね、いろいろおったんやけど、まあ、その技の名前やけどね、うん、まあいろいろおったんやけど、うん、そんなゾーン系見飽きた僕たちに新しい刺激を与えてくれるのは、うん、もう狼男しかおらへんと思うのよ。なんでなの？これズバリアバロピサロの能力じゃないかって僕思ってるんですけど。意外、なんで？なんでかっていうと、うん、まあアバロピサロってまずなんか獣みたいな感じするし、うん、で悪星王って言われてるんですけど、うん、まあ悪って言ったらやっぱ夜っていう感じもするから。でもあいつニャーとか言ってるから猫っぽいねんけど、どっちか言ったら。いやいや、それが伏線なんよ。狼も、まあ、なんかな、猫とか犬とかそういう系の感じのやつやん。圧倒的違う。いやいや、いいのよ別に。だってね、天下のヒゲダンさんだって。いやいや、犬かキャットから喧嘩してるから。じゃあカタリーナ・デボンもキツネやけど犬やし、なんかキツネも猫も似たようなもんやん。まぁ、あ、ちょっと無理があったね。無理があった。まぁ、あ、というわけないけども、そういうわけで、まぁ、あ、狼男とかアバロピサロンなんで、うん、で普通に変化して、うん、いつもの、まあ、この人獣型、動物型、うん、で人型の他にもスーロン化で進化した狼男フルムーン型みたいな感じで来るんちゃうか。フルムーン型、まあ、ということを思うんで、まぁ、あ、楽しみやなと思うわけですね。へぇ、誰が能力者なんだねそれね。だからアバロピサロンなんやって。あ、決定も、うん、もう備わっちゃってるんだ。あ、そうそうそう。へぇ、すげぇ、はい、そうなんや。はい、じゃあ僕が今後登場すると思われる悪魔の実幻獣種ランキング第2位は、はい、人の実幻獣種モデルギガンテスです。ギガンテス、はい、何それ、まあ、僕とのすけさんもギガンテスってのはもうドラクエしか出てけへんねんけど。何それ何それ。大きな種族っているのかなって巨人族で検索したんですよ、うんうん、もちろん巨人族もそうなんですけど、はい、ギガンテスっていうのはまあ大きい人みたいなことらしいんですよね。なんかギリシャ神話の方のなんか言い方らしいんですけど、他にもゴーレムとかいろんな言い方があるんですけど、まあ、一番あーよく聞く、うん、そう、一番でっかいのがなんかギガンテスっぽいんですよ。はいはい。そう、じゃあそれこそ黒ひげ海賊団で今予想してくれたけど、僕最初巨大戦艦サンファンウルフ、はいはい、ギガンテスやと思ったんですよね。え、はい、どういうことかというと、やつ確かね 180m ぐらいまでなんか大きくなったりちっちゃくなったりできるんですよ、はい、最大 180m ってもちろんオーズよりも大きいわけですね。確かにね。そう、じゃあそれってただ単に種族だけの問題なんて思うんですよ、はい、あいつ巨人族なことは判明してるんですよね、うんうんうん、でも巨人族の中でもちょっと身長高いねっていうレベル超えてるやん。まあ確かにな。そう、じゃあそれは何かの副作用や能力かとしか考えられないと思っていて、まあ実際シュガーとかもね、能力の影響で成長しなくなりましたからね。そう、海の中入ったら動けないみたいなこと言ってたから、うん、能力者であることはまあ間違いないんじゃないかなと思ってるから。なるほどなるほど。じゃあ巨人族をさらに大きくするっていうことで、巨人がギガンテスの実を食べたらもっとでっ
かくなっちゃったみたいな。そうだから悪魔の実だからサイズも伸び縮み、まあ、自分のコントロールできるよっていうふうに思ったんですよっていうことが僕の考察も含んだ、まあ、第2位です、はいはい、あ面白い、はい、どうですかあれよりもでっかいものが出てくるってでも夢あるでしょなんか確かにねそうギガンテスでしたギガンテスですかはい、じゃあ僕の出てくると思います悪魔の実ランキング第2位は、はい人の実幻獣種アポロン。アポロンとも言いますけど。アポロンって何？アポロンって何って思う人がいるじゃないですか。もうお菓子しか出てけんの。それアポロやねん。だからお菓子しか出てこない。心の下の喫茶店でもない、うん。ポアロちゃんか。え？アポロじゃない？ポアロやった気がするの。すみませんでした。コナンファンの皆様。まあ、ということでね、百貫よしみということで、まあ、コナンとワンピースということなんですけども、まあ、今回お話しさせていただきたいのは、人の実幻獣種アポロンなんですが、これは何かというと、神様なんです。皆さんご存知でしょうか？最近ヤマトちゃん、この悪魔の実の能力分かりましたよね。はい、大口の真神。狼をね、モデルとした神様ということでして、日本の神様がいるなら世界の神様もいるやろと。じゃあ神様の中で一番有名なん誰やねんと、うん、ゼウスやなって思ったんですよ、まあ、ゴッドゼウスいますからねゼウスって、まあ、雷を使う神様なんですが、まあ、残念ながら波のしもべになってああもう同一の名前のねそう同一の名前で雷使ってるから、うん、でしかもエネルもおるからいや雷ちょっときついんちゃうと思った時に実はゼウスの息子っておるんよそれがアポロンあそうなんやそうで、まあ、さらにこれ面白いんが、うん、実はゼウスとかアポロンってこの実践する神様って、はあまあ、乗り物にやっぱ偉い人やから乗るわけなんですよ、はあはあ、でその乗り物引いてんのがグリフォンやあそうなのそうつまりこのアポロンの実誰が食ってるかっていうとシャンクスイム様が食べてるんじゃないのかあれ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 グリフォンで来たからそう来たよいやいやあれなんで2人で1つで揃うのよシャンクスのグリフォンは、うん、イム様から送られている、うん、シャンクスが裏切らないようにするための剣なんじゃないのかなみたいなそんな複雑な設定あるのあそう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 縛られてるんよシャンクスはあのシャグリフォンに、うん、そうまあというわけでシャンクスでいいってどうしたどうしたということで、まあ、このシャンクスのグリフォンという剣の名前からも分かるように、まあ、それに対するやっぱ従者上の存在っていうのはいるんじゃないのかなと、うんうん、でやっぱり全知全能の神の息子というのが、まあ、ラスボスにはかなりふさわしい能力なんじゃないかなと思って、うんまあ、今回は、まあ、イム様の能力なんじゃないかと思って選ばさせていただきましたちょっとアポロンはどんな能力者なんだからそこが肝心やんかまだ分からへんねん何でもできるよ神様全知全能の息子なんやええ何でもできるで大体こう二世ってさなんか潰れたりするやんかちょっとそんなことないよ、ね、アポロンってどんな実績あってどんなことできるだって落合の息子も声優として声優出すな出すな具体的な名前を小石君を出すな何で言うんやはいはい、はい、じゃあどうぞはいということで小屋ちゃんはですね、はい、1位発表の前に恒例の始まりました今日も番外編がございまーす番外編どういう基準で選んだ正直え出たちゃんとやってくれえ、ちゃんとやってる出てくるかもしれないやつ選んだいや、ほんまネタとかここで走りや嫌いなんだよねやり直そうじゃんいや、もういいよもう一回いいよじゃあ僕、発表しますね今後登場しそうな悪魔の実、番外編犬の実幻獣種モデル、ドラえもん拍手してドラえもんあの青田の木のことですかまあまあ犬の実まあ、あ、うん、はいえいつ出てくるんですかそれあ夢あるなと思ってるんですよ未来のロボットやからねうん、うん、夢あるやろあったまってっかってか僕ね思うんだけど過去にワンピースってトリコとかねコラボしてるんですよあしてたそうその時にうんこそっくりな悪魔の実とか出てきてるんですよね、うん、そう実はギャグなんですよそこって、うん、まあドラゴンボールとコラボしていろんなことワンピースコラボしてるんですけどギャグっていうのをここで挟んでくるところが僕は小田先生っぽいなと思ってもうあのまんまの実顔の顔のねそう食べづらないもうねこれで食べづらいかもしれないけどこれ食べたらもうチートなんよもう何でもできるからあもう鬼滅道具も使えるもうひっくり返せるからこれ一つでそうやねそほんまに取引も1000億ベリーはくだらないよ多分これもしかしたらワンピースの正体これかもしれないねそうでしょちょうどほらヘタの部分タケコブラになってるしこれいやすごいねうんすごいよ面白いはいじゃあちょっともうもっと語りたいあいやすいませんすいませんはいねえすごいねはい世界旅行に行きたいなウフフフどこでもドアっていうことでおもうそんなもうバーソロメイクもびっくりそうですねどこ行きたいってあんな聞いて待ってんのにもうドラえもんドア一つ
はい、まあパシフィスタもびっくりするやろ ねそんなロボットありなみたいな。そう、どこ行きたい、ラフテル、あ、いいよ、はい、俺どうどう、いやいや、夢なさすぎません？そうそう、逆にポーネグリフで何書いてるか知りたい、こんにゃくこんにゃく、はい、わかるよ、もうあかんやん、世界政府も終わりやん。そう、だからもう世界ひっくり返るから、確かにね、はい、まあ他にも考えたんですよ、人人の実、幻獣師、モデル松本人志、いやいや、それ人からの流れでなんかゴロいいからってそういう流れじゃないのよ。いや、僕もあんな天才の頭脳が欲しいなと。それは人志なのよ。あとはね、他にもね、ちゃんとね、神っぽいやつも考えた。何よ、はい、人人の実、幻獣師、モデル神木賢治、それ賢治なのよ。でも神ってつくし、それ名字なのよ。あんだけやっぱ頭良くてさ、うん、いいパパやったらやっぱすごいいいじゃん、なんか稼げるし。でも勘十郎のコスプレとかしだすし。あ、それはちょっとごめん、それ副作用だよ。あ、副作用か。あ、なるほどなるほど。他にも人人の実、幻獣師、モデル、イクピネス大天使って書いてあるけど、これはちょっと良くないなと思った。そうだね、うん、うん、以上です。はい、ありがとうございました、はい、まあちょっと番外編じゃちょっとやりづらくなったんで、皆さんにちょっとワンピース豆知識をちょっと与えたいと思うんですけど。急にどうした。まあ皆さん、この小田先生ってやっぱこの悪魔の実とか、まあいろんなね発想を考えるとすごいじゃないですか。すごいね。でも小田先生も、まあかつては我々と同じようにジャンプをただ読む少年やったわけなんですよ。そりゃそうよね。そう、そんな中でいろんな漫画を読んできたと思うんですよね、はい、小田先生自身がやっぱジャンプに投稿する時っていうのがやっぱあったわけなんですよ、うんうんうん、で、まあその時読み切りの審査員を務めた先生っていう方がいらっしゃいます。これ富樫先生って言うんですけど、まあ、幽々白書とかハンターハンターとかでもすごいおなじみの方なんですが、はい、知ってますかこれ。知ってるよ。そうですか。でこの方が書かれてる幽々白書という作品にはですね、まあ、今よときめくあのカイドウの四聖獣の聖竜もまあ出てきたりだとかまあするわけなんですけど、全然違う聖竜が出る。そんな中で僕は好みが出るんじゃないかと思ったんですよ。何？ウォウオの実、幻獣種、黒竜。やっぱ黒竜派というのはですね、まあ、少年の夢なところがあるんですよね。それでは1位の発表を行おうと思います。あのさ、ふざけたでしょ、ほんとに。メタやって最初から言って。まずふざけんの。富士山ふざけてるでしょ。え？うん、めっちゃ真面目。あ、黒竜って。いやいや、ドラえもんも大概よ。うん、まだ見てる？大丈夫？元気？はい、じゃあ僕の考える今後出てきそうな悪魔の実ランキング、はい、幻獣種編1位は、人人の実、幻獣種、モデル、千手観音です。これ結構大真面目に考えた結果、はいはい、まあそれそれですよ。感謝の政権好きに。そうです、もうネテロ会長もそうです。で昔ですね、小田先生っていうのは一僕たちと同じ読者だったんです。はい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 。それがですね、賞を取ったことによって、その時の審査員がですね、富樫先生って言ってハンターハンターって幽々白書を書いてる先生なんです。そうなんですか。そうなんです。そのハンターハンターっていう代表作もあるんですよ。その中にネテロ会長っているんですけど、千手観音ね、こうしバーって出てきてね、最後キメラーンと戦うんですけども、それバリ強いんですよ、ほんまに。よかった。そう、それと同じ能力があれば、その大仏っていうのも出てきてるんで、出てくるんじゃないかと。で、俺これいろいろ考えたんですけど、過去編とかで出てきたら面白いなと思って。なるほど。そう、ガープは英雄と言われるゆえんって書かれたじゃないですか、はい、ロックスのね、はい、伝説で、はいはいはい、じゃあ戦国ってちょっとごめんなさいね、強そうにあんま見えないんですよ。おう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 。知識はめっちゃあるんだけど。そうね、師匠やし。そう、何で武功を上げたかって考えたら、自分の大仏っていう能力をめちゃくちゃ駆使したと思うよね、はい、当時ね、はいはい、そしたら当時のライバル、ガープに対してロジャーがライバルだったように、戦国にもライバルがいたんだろ。おお、それが千手観音の能力者、大仏 VS 千手観音みたいな。ちょっと見てみたいな。そうでしょ。ちょっと見てみたいけど、それはただ見てみたいだけなんやけど。でも千手観音って戦いにも向いてそうやんか。いや、まあ、向いてると思うよ。どんだけ手数多いんって、千手観音和子みたいな感じになるわけですよ。ああ、そうね。 そしたらそれの転生したやつがここの作品に出てくるとか、なんかちょっと面白い展開になるんじゃないかと思って、なんか大仏だけに収めるのもったいないなと思って。まあまあ。でもう一個思い浮かんだのは、幻獣種、モデル、遮光器道具とかも考えたんだけど、うん、弱いだろうと思って。いや、小安さんに影響されすぎやね。そうそう。じゃあ千手観音だったら、うん、もうすげえ手数増えるから、うん、これは強いやろと思って。うんうん、そうやね。だから、ま、結構真面目な1位をこれ出てくる可能性あると思ってるから。はい、はじゃあ僕の方の悪魔のミランキング、大丈夫なんだろうなこれ。俺めっちゃ真面目に考えてるこれ。そうそうそう。1位は、はい、人人の実、幻獣種、モデル、クンバ、カルナ。じゃあなんかまた小林さんの予言者の一人ですかこれ。ババパンガさんとか。そうそう。なんだけど、その類いやじゃなくて、はい、まあ、これインド神話に登場する神様。また神様。
どんだけ神様出したいよ。いや、でも神って絶対いると思ってて、エルマフとかってのもこの太陽の神に祈りを捧げる儀式とかもあったわけやし、でそのエルマフの王子の名前もそのロキっていうんだけど、これも神様の名前やし、でこの先大きな戦いが起きるっていうのとエルマフ行くっていうのは確定してるじゃないですか。でヤマトが今回大串の真神やったから、まず間違いなく強大な神様ってのは出てくると思うんですよ。コエッキーさんの3つ目スサノオの時に言われてびっくりしたんやけど、サンファンウルフって巨人族の中でもめちゃくちゃでかいじゃないですか。ちょっとかぶってんの？ちょっとかぶってんのよ。そう、かぶっててびっくりしたんやけど、でもそれよりもすでに僕らはサンファンウルフを知ってやから、それよりでかい巨人族が出てこないとびっくりせえへんやと。じゃあこいつどういうやつやねんって言ったら、めちゃくちゃ巨大な体育の持ち主って言われてて、どれぐらいかって山ほどあるって言われてる。山で口は広大で肌は黒く血と油の、まあ、臭気を発するって言われていて、ちょっと臭そうやねって感じなんやけど、彼の息はもう強風と変わりなくって言われてるんよ。すごい。で怒ると火を吐き、その雄たけびは100の雷ほどあったとされるっていう。これ今戦ってるカイドウの上位互換やんと思って。すごいね。そうだ、カイドウも風邪ひいて操ってる感じするやん、だから雷とかもさらにガンガン操れるようになってるからやばいなと思うし、おもろいんが6ヶ月に1日しか目を覚まさんっていう設定があるんですよ。呪いかけられとって、そうそうそう、まあ、日暮らし寝るぼみたいな。なるほど。そうで目を覚ませるために、じゃあかつてこの神話の中に残ってるんですけど、どうやったかって言ったら、まあ、ホラガイとかで横吹いても全然起きひんし、どうしようと思った時に1万頭の象を消しかけて、クンバカルナに突進させて、で乱暴に踏みつけさせると、その足踏みの心地よさによってようやく目を覚ましたと。あら、全然来てんやん。そうだから、もうズニーシャみたいなやつに踏まれて、この巨人みたいなのが覚醒するやつが出たら、そいつ絶対強いやん。すごい。で起きて戦争で獅子奮迅の活躍をするっていうことがあるんやけど、絶対強いから出てきたらおもろいなって思うんですよね。へえ。はい、ちなみに、コエッキーさんも僕も1位から3位全部人の身でしたね。奇遇だね。奇遇ですね、うん、僕はそういうコンセプトだったんですけど。どう？みんなみんな今日どう？おもろかったやろ？え、押してるよね今ね。いや、ワンピースはこういう話もあるんよ。そういう今後出てきてほしいなみたいな。みんなも知ったやろ学校の時。みんなどう思う？うん、幻獣種絶対出てくるのは間違いないじゃん絶対ね。だからみんな何が出てくるか予想してよ。お願いします。で書いてくれたら、みんなの案として高評価、これ2500いいね以上いったら。はい。すぐやりたいから。すぐやりたいね。みんなのやつの中でお互いが選んだやつ発表するから、ちょっとみんな書いて、真剣に書いて。お願いします。僕たちの知らないのをめっちゃついてきてほしい。お願いします。でなるべくこのできたら設定とかも書いてほしいな。誰が食べそうとかさ。確かに確かに。どんな能力ですとか、覚醒したらどんなことになりますみたいなの書いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。それでは See you bye。 絶対書いてよ。ちゃんクルーがこの夏アゲアゲ、楽しみいっぱい躍動感、クルーのみんなでもっと盛り上げて、 Twitter、LINE ライブ、公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。